皆さん、こんにちは。もう寝る直前に撮ってます。今日、1位のチームと試合があって、後半の60分ぐらいから、肩を脱臼してから2ヶ月ぶりぐらいですね。2ヶ月ぶりの公式戦に出れました。Jo, dabar būtent ir rungtynės. Jumasuva, žaidėjas turėtų užimti būtent tą pačią poziciją. Viename krašte turėtų likti Egidijus Vaitkūnas, kitame ir Suva, o čia... Ne, ma, 今日の相手、あ、いい。今日負けたら、ま、相手のチームが1位なんで、1位で、ま、相手の優勝が決まっててしまうので、まあ、みんなそれはさせまいと気合を入れて頑張ってて、まあ、結果は 0-0 で最低限の、達成できたのかなと思ってます。スローインで走ってボール通り行ったらチームメイトに怒られました。で、試合終わった後になんか急に暗闇からおじさんがユーマって声かけてきて、サインプリーズみたいなこと言われてサイン書いたんですけど、そのサイン書いたものがクリアファイルなんですけど、俺の写真がプリントされてるクリアファイルだったんです。でも売られてんのか、その人が作ってくれたのか分かんないですけど、なんだろうな、その一般の人から、なんですかね、まあ、いわゆるプロフェッショナル、プロサッカー選手として見られてるっていうことを実感しまして、めちゃくちゃ嬉しかったです。本当に、ね、試合終わってヘトヘトだったんですけど、その後 2,30 分ぐらい走らされて、その罰走とかじゃないですけど、普通に走らされて本当にヘトヘトなんで、もう今すぐにでも寝たいと思います。残りあと1試合なんで、まあ、最大の準備をして、結果を残して日本に帰りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。Kiekvieną penktadienį 18 valandą, tai buvo galbūt paskutinės rungtynės, jeigu žinoma neprireiks auksinio mačo.